にゃ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 まあね、でも最初にこちらの情熱ハーフマラソンのスケジュールが入ってて、で、その後に長野に出たんで、ちょっとこういうスケジューリングになってしまったんですけども、今日はね、僕はまあその中で、ハーフマラソンを走るんですけども、まあ皆さんがハーフスタートしてから、30分後に僕が後ろから追いかけてきて、僕に捕まらなかった人、追い抜かれなかった人に、豪華商品をプレゼント。そういう企画になってるんです。まあ大人の鬼ごっこですね。僕に追い抜かれなかった人は全員プレゼントなんですけども、一応ね、だから例えば僕が走ってて車にひかれたりとかリタイアしたりとかね、くたばったりとか足折れちゃったとかね、そういうことになったら全員にプレゼントが渡るんですね。それえらいことになりますから、そこはねちょっと一応ね、大会側の人からなんとなくこう見えないプレッシャー、圧力、パワハラ、そこまでいかないかもしれないですけど、そういうのありますから、ちゃんとねそこそこで走りたいと思います。ただ行っても長野の疲れもありますので、怪我のないように楽しく、自分の中では最低ライン1時間20分、うまくいけば1時間15分切ってという走りを見せたいと思いますので、お楽しみに。にゃー、おはようございます。本日、ハーフマラソンの方走らせていただきます、ネコピアノの猫ひろし。はい、猫ひろし、ブラボーと思ったよ。猫ひろし、俺に拍手を浴びてみてください。猫ひろし、考えるの感じろ。これから一緒に体操をしていただきます、ネコピアノの中村ピアノさんです。はい、皆さんおはようございます。シンガーソングライターの中村ピアノです。ネコピアノ、ネコひろしさんの相方をさせていただいております。今日は私の作った曲を皆さんと踊りたいなと思ってるんですが、実は今日初めて5キロのマラソンにも参加させていただくことになりました。楽しく参加したいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ネコネコニャンコ体操第1ミュージックスタート。知りたい、知らない、知らない、一緒の思いと言おう、バブリの子を足を教えてあげる。ジャンプいきますよ。ジャンプ、ニャンニャン、ニャンニャン、ニャン、ありがとうございます。ありがとうございます。結構走る前に汗かくでしょ。皆さん上手、ね、上手でしたね。いい体操でした。はい、またもう一回押し直しです。30秒ぐらい。はい。今1分55。はい。やあ、やあ、やあ。やっぱ。水玉、水玉であります。
3分12。やあ。待てよ。猫さんラストファイト、ナイスラン。猫ひろしさん、まもなくゴールとなります。皆さん拍手で。
よいしょ。どうでしょう。吐きそう。暑い。まあ1時間15分で来るって言って、まあちょうどペーサーさん1時間45分だから30分後だから、だいたい目標通り走れました。ありがとうございました。はいさん。さすがっすね。いやいや。ギリギリ。なんかガタガタです。まあでも一応1時間15分から20分で走るって言った公約はちゃんと果たしました。でもね暑いね。最初飛ばしすぎちゃって、ちょっとね目立ち盛りが出てしまいまして、飛ばして徐々に右肩下がりで落ちてきました、はいはい、まあまあでも良かったんじゃないですか。こんな感じでちゃんと目標は果たしたんでありがとうございます。これゴールしてまたあと15分後ぐらいにまた猫猫にあご体操があるというですね、自分で組んだスケジュールなのにもかかわらず、自分で自分の首を絞めているというこのざまです。まあでも楽しくやりたいと思いますので、よかったらね皆さんも猫猫にあご体操ダウンロードお願いいたします。ありますね、猫ピアノ、猫漢字でカタカナピアノでダウンロードお願いいたします。にゃー、はい、選手の皆さん頑張ってください。大会の皆さん主催してくれてありがとうございます。応援の皆さんありがとうございました。以上カンボジア人の猫ひろしでした。にゃー、あーソフトクリーム食べたい。にゃ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 に